で追われた。え、少女を狙っているの俺だけだ。ミゼラは関係ない。トカビとは俺一人。父さんを殺したのも修道院に火をつけたのも俺だ。君には何の罪もない。いいね。こんな、何を言っているの。村に戻ってクレス先生を頼るんだ。 きっとよくしてくれるはず。ね、ミゼラ。もう俺は君を守ってあげられない。だけど、どうか幸せに。あなた。 蹴散らして、どうにか道を切り開かないと。切り開いてみせる。
印かな。生きて帰れると思わないことに。親殺しなんて絶対に許されない。トガビトは消えろ。やっぱりこの声、罪の刻印から響いて、みんなが俺の断罪を願う声。行こう。これでどう？おいよ、遊ぼうぜ、リフレイントリガー。マジでやっちゃう？甘い。はっ、決着をつける。限界を超える、剣を吠えろ、雷神総評が。貫き超えて、イグナイトキラー。そらよ、神人電撃、アキサザメ。手間をかけさせないで。消えてしまえ。お前のようなトガビトは消えろ。最悪の人殺し、執行されてしまえ。聞きたくない、聞きたくない。炎よ燃え上がれ、熱波扇風機。ザコ、くだらん、すぐに片付けるぞ。ヘルスクロー。
ない目を見たいようだな。受けてみろ。尺をつける。限界を超える。剣を吠えろ。雷神ストーン氷河貫き越えて、イグナイトキラー。人気になるな。目障りなんだ。僕の目の前から消えてしまえ。マシン炎武術。貴様に何を分かる。これ以上逃げ切れない。また声が聞こえる。父親殺しの子供。残酷な子供。消えるべきだ。お前は消えるべきだ。消えるべきだ。声が、思考を求める声が聞こえる。そうだよな。分かってたことじゃないか。罪を犯したトガ人は裁かれていなくなるのが当然だって。だったら俺はもう、ああ、ミゼラ。黙れ。質問とかだりんだよ。今は楽しい掃除の時間だろ。楽しませてくれよ。悪いけど秒で終わらすわ。ほらよ、遊ぼうぜ。リフレイントリガー。くれ。やっちゃう？くれよ。死にな。校舎はあんな簡単に。さてどう。よう、お前トガ人だよな。国から来たのか。え、何。なんだよ、ちげえのか。あいつまたハズレつかませやがった。
また出てきた。めんどくせえ、いちいち相手してらんねえわ。あ？お前なんで逃げねえの？俺はトガビトだから。みんな俺がいなくなるのを望んでる。消えてほしいって思ってる。だから俺は裁かられて消えるんです。それが世界のためだから。お前ムカつくな。何をするんですか？みんなが望んだから消えるだと？お前はそれで満足か？お前の意志はどうなる？この世界は全部の人間の価値観ぶっ込めるほど広くねえ。譲れない誰かがいる限り、譲らなきゃいけない誰かがいる。だからいつだってぶつかり合ってんだよ。相入れねえ意志ってやつが。意志？ありたければ消せ、いたければ蹴り落とせ、欲しければ奪え、望むなら書き切れ。それが狭苦しい世界の真理だ。なのにお前はどこの誰とも知らないクソ野郎にタダで譲るのか？お前の場所よ。意志を捨てて命すら他人任せ。そんな奴は今すぐ死ね。いや、それを選ぶ誇りすらねえなら、殺してやるよ。俺が、俺の意志で。終わりで。避けたか？案外すばしっこいじゃねえか。だが、今度こそ終わりで。ダメだ、もう逃げ切れない。死ぬ、俺が終わる。なぜ泣く？食えることなんてないはずだろう。お前は自分を捨てたんだからよ。なのになんで死を悲しむんだ？俺はこの手を血で怪我してしまった。許されざるトガビトだ。消えるべきだって分かってる。なのに、それなのに俺はこんなにも死ぬのが怖くて生きたい。そうか、甘ったれんな。お前は後悔してるのか？お前の罪を。もう一度同じ場所に立った時、罪を犯さず綺麗な手でいることを望むのか？俺は、そんなない。だって、それじゃ、イゼラを救えなかったから。誰に何を言われても、これが許されない罪だとしても、俺は犯した罪を後悔なんてしない。だったら選ばせてやるよ。罪に飲まれるか、罪を喰らうか、汚れた定めで答えを刻め。まといし起用の剣、ブレイズオイジクス。はあ、一気に切り抜ける。これはおさっとしてんじゃねえ、来るぞ。俺は確かにトガビトだ。裁かれるのが正しいはずなんだけど、それでも
この手が血で汚れていたとしても、俺はまだ俺は生きていたいんだ。蹴散らせ、ガトツ召喚。守ってあげる。タッチル空爆返す。終わり。はっ、抜かるなよ。ワクワクしてくるじゃねえか。せっかくなんだ、もっと盛り上げようぜ。この人、助けてくれるの？新人電撃だまで。バディ訓練ゾン。さあこいつもやるよ。楽しませてくれよ。炎ショック、炎よ燃え上がれ、熱波鉄砲陣。覚悟、波動を滅せ。ほらよ、遊ぼうぜ。リフレイントリガー。マジでやっちゃう。剣を吠えろ、雷神総評が強く死ぬ。ガトツ骨がなきゃつまんねえな。せっかく楽しくなってきたのによ。あの、ありがとうございます。でもどうして助けてくれたんですか？面白えから。は？罪に飲み込まれずにブラッドシーンを引き出せたのはお前が初めてだ。どうなるのか見てみたくもなるだろう。ブラッドシーン、
それにお前はもう自分の命すら他人の意志に任せてた。さっきまでのお前じゃねえ。自分の意志で生きると決めたやつを殺す理由はもうねえよ。お前、名前は？カナタです。オラ、ビシャスだ。じゃあな、カナタ、面白いもん見せてくれてありがとうよ。あの、行く場所がないんです、俺。トガビトだし。だから？一緒に行ってもいいですか？好きにしろよ。それがお前の意志ならな。ミゼラは無事に村に着けたかな。やっぱりこんなのため、あなたを私のために犠牲になんてさせたくない。逃げるなら二人一緒じゃなきゃ。カナタ？何？あのまがまがしい力は。違う、あんなのカナタらしくない。お前は何がしたいんだ？その意志を俺に示してみろ。